にちは。こんにちは。ツインプレッションでーす。でーす、で、今日もまた、はい、リハーサルをやっておりますが、今日はね、なんかこう、我々が、うん、どういう形でこう曲をアレンジしたりとか、ね、作ってるのかみたいな、はい、ところのこう作り方とか相談の仕方などそうですね、オープンに公開してみよう、グダグダ話ってそうねいうところをこうちょっとね、はい、お見せしようかなという形で、はい、で、なんか今日一曲撮るんだね。あ、そうですね、うん、ね、頑張ってたら撮ってそれも公開したいと思います、はい、では、行ってみましょうか。お願いします。熱戦前夜は、うん、まだ完璧にできてないんだけど、とりあえずイントロをつけようかなと思ってる感じ。マジですか？イントロつってもどうしようかな。もう本当メロディー取ってるだけなんだけど。うん。いや、すごくいいと思います。うん、変なバカできちゃった。このなんかカウントもらって一緒に入るとかダメ。うん、なんかかっこよくなりそう。ありがとうございます。いえいえ。いい感じだと思います。あのイントロ、あの序盤だけでもいい気がしましたね。あ、そこの手前の。あ、それそれそれ。これもっと弾き伸ばしたらいいじゃないですか。あとはなんかこういうのも考えたんだけどみたいな感じにして、うん、ワンツー俺が勝手に入っちゃえばいいっすね。そうだね、入ってもらって OK です、OK です。そうだね、でもいいかなと今思ってました。なんかそれかちょっともうちょっと考えさせて okay. なんかいろいろちょっとつけてみるつけてみる感じにして、で終わったら古賀さんが入ってもらうっていうのは変わんないような感じになるから、ね、ね、はい、かっこいい。入ってもらう感じで、さっきのこれはマストですよ、絶対にして、これが入ったらみたいな。あ、間違えちゃった。これ難しいんだよ。これがやった方がいいですかね。最初なんか速い方が勢いあるかなと思ったんだけど、はいはい、なんかちょっとね落ち着いて弾いた方が弾きやすいっていうのと、あと難易度面じゃないんで案外ケツだと弾きづらいっていうのがあって、はいはいはい